もしもし、パパ？あー、久しぶり。元気かい、ユキ。うん、元気だよ。パパ、今どこにいるの？あ、パパはね、今はまだ遠いところでお仕事なんだ。ユキ、おじいちゃんのところで、ちゃんとお利口さんにしてるかな？うん！おじいちゃんとおばあちゃん、いっぱいみゆきと遊んでくれるの。あと、この前お買い物に行った時、お人形さん買ってもらったの。今度パパにも見せてあげるからね。はあ、楽しみにしてるよ。いつ帰ってくるの？明日は無理だな。でも、もうすぐ帰れると思う。そうなの？いつ？警察官なんだから困った人のために働いてるんだもんね。みゆき？みゆきは平気だよ。パパが帰ってくるまでお利口さんにして待ってるからね。すまない。それじゃあみゆき、また連絡するよ。すまない。申し訳ありません。立ち聞きするつもりはなかったのですが。ああ、いや。情けないところを見られてしまいましたね。すみませんね。ああ、何かわかりましたか？はい。大石さんも第三会議室におりますので、詳しいお話はそちらで。わかりました。あの。はい。さっきのお電話、お子さんですか？ええ、5歳になりましてね。今は妻の実家に預けてあります。実家？大変ですね。
自分の父も警察官でした。もう亡くなって12年になりますが。そうなんですか。あまり休みのない人でしたから、幼い頃は時々文句も言ったものです。よその子たちは日曜祝日には父親と過ごしているのに、自分の家庭ではむしろ逆でしたからね。耳が痛いです。この前も旅行をキャンセルして、ずいぶんがっかりさせてしまいました。きっと私のいないところでは文句も恨み事も言われているでしょう。そうかもしれません。でも私にとって父は今でも自慢の父です。この仕事を選んだのも、今まで続けているのも父がいたからなんです。だからいつか赤坂慶士のお子さんもきっと分かってくれると思います。親にもなったことのない自分が申し上げるのは僭越ですが、一緒に過ごした時間だけが親の思い出じゃないと今なら分かります。元気を出してください。見ない警部。お先に行きます。それでは。ありがとう、ともえさん。すみません、お待たせしました。いえいえ、別に待っていませんよ。赤坂さん、まずご紹介を。こちらは藤田巡査部長と花田巡査部長です。今日から本腰を入れてこの一件に加わってもらうことになりました。二人ともそこはあまりいいとは言えませんが、口の硬さと頑丈さだけは信用できます。今回のような地道な捜査には最適だと思います。え、そんなに俺たちそこ悪いですかね。あの未来さん、口の硬さはともかく頑丈って褒めてるんですか。もちろん、なんせ私の右足くんと左足くんだからね。にしても足、腕じゃなくて。つまり足行くんですか、俺たちって。なに、不満なの。いえ。それでは始めましょうか。藤田くん。はい。まずは、昨夜の一件を受けて、
当初の5年前からさらに10年前まで対象者を広げてみました。数としてはおよそ2倍、いや3倍弱ってところでしょうか。結構な数ですね。畠山一馬と小畑清。完全に盲点でしたね。ええ。小畑清は畠山氏と比べて表立って派手な行動をしていませんでした。だから見落としてしまった。それにしても私たちはたたりを恐れて奇妙な行動を起こす人を注意してきましたが、それ以外のことにも目を向けないといけないようですね。それ以外のこと？周囲への影響ですよ。伝染と言った方がいいですかね。それにしてもこれだけ範囲を拡大するとなれば操作するのも一苦労ですよ。120世帯以上をこの人数でローラーかけるわけですか。単純に計算しても20日以上はかかりますね。どうしました？赤坂警視。見ない警部、それと大石さん、単なる偶然かもしれませんが、ちょっと奇妙なことを見つけました。奇妙なこと？これを見てください。これとこれとこれが私の回った家で、これが見ない警部、これが大石さんの担当部、そしてそれぞれ奇妙な飾り付けやまじないを施していた家が、この5つになります。あ、ほほう。そうです、みんな二世帯家族なんですよ。ふーん。しかし、介護センターで事件を起こした正木さんは違いませんか？確かに彼女には娘さん夫婦がいるとリストにはありますが、一緒に住んでいたわけではない。それなんですけどね、実は先週一度自宅に帰っているんですよ。で、本来なら孫の夏休みが始まるまで家族と一緒に暮らすはずだったとのことでしたが、急に予定を繰り上げてセンターに戻ってきたそうで。ということは、自宅で問題行動を起こして家族が家から叩き出した？まだ聞いてみないことには何とも。ですが可能性はゼロではありませんね。それじゃたたりに何か関与すると思われる対象は二世帯が同居する家庭ということですか？いえ、そこまではまだ。ですが、危険度が高いということは言えるかもしれません。そして、そう考えてみると現在、二世帯家族で事件に巻き込まれていないのは、この物部に住む、竹上家と岡本家だけです。物部ですか。割とここから近いですね。
それから小畑容疑者が沖宮出身でしたので、沖宮から転居してきた家族も捜査対象の中に入れました。藤田君。はい、こちらは雛見沢の隣町沖宮出身の家族のリストです。その中で祖父母と同居するものとなると、ずいぶん少ないものね。これだけ？ですね。時代ですよ、時代。そういう私も父と母とは離れて暮らしていますから。へえ、職員校舎ですか。安いですからね。せっかく公務員なんですから使わない手はないです。うちは実家なんで、まあそれも使わない手はないわけです。さて、そういうことならとりあえず藤田くんは竹上家を重点で、その周辺お願い。花田くんは岡本家重点でよろしく。私は佐伯介護福祉センターでの聞き込みの後、畠山家の現状を確認します。で、大石さんと赤坂さんには沖宮出身の家を回ってもらいたいんですが、どうされますか？私たちは、その通りですよ、赤坂さん。間違いなくこれは雛見沢の御三家の一つですね。なぜ断言できるんですか？雛見沢の村で御三家の名前を付けられるのはその血筋の者しかいないからですよ。巴ちゃん、よく見つけましたね。え？いえ、私はそのこと今初めて知りました。でも沖宮から移転した家族にそんな雛見沢の有力名家が移り住んでいたんですね。私たちの担当はこの家からで、赤坂さん、ここだけは一緒にどうです？そうですね、早速今から向かいましょう。それでは私は佐伯介護福祉センターから行きます。畠山一馬氏の入院中のことで何かわかるかもしれませんので。わかりました、よろしくお願いします。
ここで間違いないですね。ええ。雨宿りでしょうか。自分の家の玄関先でですか。だな。やっぱりアルバイト行けばよかったな。もう少し小ぶりになってくれれば。すみません。この家の方ですか？え？あ、はい。はじめまして。沖ノ宮書房の赤坂守と言います。あ、こんにちは。それにしても土砂降りの中、家にも入らずに何をしているのだろう。こんなところでどうかされましたか。鍵を忘れて。鍵。今日は父も母もおばあちゃんもみんな用事で出かけてるんです。でも私朝学校に行くときに忘れちゃって。なるほど、それはお気の毒です。ではいかがですか。雨宿りがてらに近くでお茶でも。いや、私たちは決して怪しいもんじゃありませんよ。沖ノ宮書房というのは、獅子骨市沖ノ宮にある出版社でしたね。沖ノ宮ですか？ええ。私たちは、沖ノ宮の出版社からやってきたんですよ。本、好きですか？はい、好きです。ほとんど図書館で借りた本ですが。確かに、面白い本は買うと高いですからね。そうなんです。古い本が多いから読みにくいこともありますけど、それも楽しかったりして。で、それから、それで、ご用件は？実はですね、私たちは地域紙の本を作っていましてね。この家のおばあちゃんは、雛見沢出身と聞いて、村のお話を聞きたいと考えてお伺いしたんですが。地域紙？
と、さっきお話に上がったタイトルの中には、地方の民話をもとに書いた作品もありますよね。あ、そうです。童話とかは、作家がその地方に残る民間伝承を取材して、書き上げたものが多くて。ああ、わかりません。それで、私たちもそういった地域に残る話を後世に伝えたいと思いまして、こうやって活動をね。へえ。ということで、地元のお年寄りの話を聞いているんですよ。ああ、この人は私の上司でね、大石と言います。どうも、同僚の大石です。どうです？ちょっと話を聞かせてもらえませんかね。でも私、沖ノ宮の歴史なんて全然。いや、気になさらずに。何でも。そう、軽い世間話でもいいんですよ。なら、おばあちゃんに聞いてください。もうすぐ、多分、あと2時間くらいで帰ってきますから。それじゃ、その方が戻ってくるまでの時間潰しということでいかがです？あなたさっき、お腹が空いたと言ってらしたようですが。あ、なっはっは、図星ですね。ささ、参りましょう。せっかくですから、美味しいものをご馳走しますよ。どうぞ。大石さん、怪しまれますよ。いやー、めったにこんな若い子と話す機会がないものでつい。さて、何を頼まれますか？私、夏美です。君吉夏美。それで私に話って何ですか？そうですね。私たちが聞きたいのは、お社様についてです。お？
稲見沢の土着信仰、お社様崇拝について話を聞きたいのですよ。それってあまり私はよく。確かにおばあちゃんは神棚にお参りしています。でも詳しいことは。そのおばあちゃんの神様には終末思想というものがあるんですよ。終末思想？それがおばあちゃんのどんな。ねえ、その終末思想がたたりというものを引き起こしたと私たちは考えています。え、先日村がガスで全滅しました。例の雛見沢村のガス災害です。それで噂が流れていましてね、お社様のたたりだと言うんです。ですがこれがただの噂で亡くなってきてしまった村の出身者、特に老人を中心に理解しがたい行動が広がっていましてね。奇行ですよ。奇行？これらはすべて雛見沢出身者によって引き起こされているんです。そんなの私。自殺者の中には通常の思考では考えられない死に方をする人までいるんです。まるで周囲の人までも生贄として巻き添えにするように。例えば自分の爪で喉を引き裂いて血にまみれながら苦しみ抜いて死ぬとか。ちなみにあなたの家は大丈夫ですか？嘘でしょ？まずい、大石さんやりすぎだ。雛見沢にはね、わからないことが多すぎるんですよ。特に今回のガス災害とその後の事件はもう我々の事件をはるかに超えている。古出神社の巫女古出梨花が災害前に惨殺された。彼女が殺されたことがこの一連の事件と何らかの関連がある。それぐらいなんですよ我々が思いつくのは。だから
あなたからお聞きしたいんですよ。もっと詳しいことを。大石さん、教えてくれますよね、君吉さん。あ、私、知らん。出よう、君よし。私たちまだお話し中なんですがね。こちらにはないようです。だよな、君よし。ちょっとやりすぎでしたかね。いや、申し訳ない。ついついいつもの感じで。相手は女の子ですからね。ここは例えば見ない警部に代わってもらった方がベストかもしれませんよ。ですね。戻ったらお願いしてみますか。それじゃ、気分を入れ替えて、とりあえずご家族の評判だけでも聞いておきましょうか。ええ。雨、上がったみたいですね。何ですか？これは。
こもですか。これも何かの祈祷でしょうか。さあどうなんでしょうか。誰かに邪魔された、そんな様子にも見えますが。これのかむどこに八代の三毛幹を捧げ祭りて、かしこみかしこみも恋のみ祭らく、平らげく安らげく貴子しめして、お八代の狼の高き広きかしき。次はここかもしれませんね。被害者ですよ。いや、ひょっとしたら加害者の方かもしれませんが。君吉、夏美。